ートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成5年式サンバートラック 4WD 走行4万9000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。バンパーはボディ同色に塗られてますね。かなり清潔感のある白となっておりますね。そしてですね、前は特に、フロントですね、フロントマスクは特に触れる箇所はないですね。で、右側面ですね、ちょっとこちらドアの下の方ですね、この辺りはちょっと、へこんでますね。そして煽りは特に大きな損傷はないですね。そしてリアの煽りの方も、傷などはございますが特に、大きく曲がってるとかはないですね。左側の煽りもご覧の通りですね。そして、荷台の方のですね、傷なんですけど、荷台の傷の方も特に大きく削れたりとかはないですね。この辺りがちょっとへこんでたりとかはありますが、全体的に綺麗だとは思いますね。はい。そしてドアはこの辺りですね、この辺りにちょっと傷、タッチペンがございますね。はい、外装のご説明以上となります。はい、続きまして内装のご説明です。まずですね、こちら 4WD となりますので、シュートノブの上の部分ですね、ここに、4WD の切り替えボタンがあります。そして、走行距離ですね、こちらピントが合わないかもしれませんが、49,083キロ、かなり走行少ないですね。で、各部の状態なんですけど、ですね、まずダッシュボードとかですね、特に傷などはないですね。割れなどもないです。そしてハンドルはすれはございますね。ただ大きくこう向けてるとかそういった感じはないですね。で、シートですね、シートの方はですね、運転席こちらがですね、ちょっと破れがありまして補修がされております。背もたれの方とかは大丈夫ですね。で、こちらのシートはご覧の通りですね。はい、内装のご説明以上となります。はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、パスターっていうんですかね、シャーシブラックですね、そちらの方が吹かれておりますので、防サビ処理の方ですね、防サビ効果も兼ねての塗装ですね。で、これ足回りなんですけど、特に深い腐食みたいなそういったのはないですね。表面サビなどはございますが、ご覧の通りですね、特に深いものはないですね。そしてフロアというかですね、荷台の裏ですね、軽トラックなので、そちらの方ですね、こちらは、こちらも表面サビなどはございますが特に深いものはないです。はい、そしてこちら四駆となりますので、デフからリアの方にですね、プロペラシャフトが伸びております。そして、リアの足回りですね、リアの足回りもフロント同様ですね、特に深い腐食サビなどはございませんね。はい、そしてエンジンの方も特に目立つような、オイルにじみなどはございませんね。はい、下回りのご説明以上となります。